店長どうしたんですか。いや急展開です。急展開急展開。うん、中ちゃん、はい、ご覧の通り日産スカイライン、ケンメリですよね。はい、今まで何回か動画でも紹介させていただいた車両があるんですが、前回動画で紹介した時に、コツンコツンとデフの方から嫌な音がすると、音だけならまだ100歩譲って、旧車だからそういう個体の特徴ですと言えなくもないところなんですけどもね、こうシフトチェンジしていくと、こう前後へのね揺れというか明らかな違和感があったので、これはもう再入院ですという結論に達しました。入院させますと私も申し上げました。でもね中ちゃん、はい、いるんだよね。いますね。普通だってデフ外したら走れないですよ。そういうことなんです。デフは外して入院させてます。車全体じゃなくてね、デフだけボコンと外して、これをお願いしますってこう見てもらってるんだけど、普通はデフ外したらタイヤも外れてますから、はい、こんなね車としての状態でいられないんです。リフト上げっぱなしなんですよ本来は。でもこれ今走れるんですよね。うん、なぜかというと、うちにたまたまですよ、フェアレディ ZS30 用の LSD リミテッドスリップデファレンシャル、いわゆるちょっとスポーツ用のデフがありました。おう、デフだけあったんですよ。デフだけあったんだ。デフだけあった。ちょっとそれも変わった特殊なケースなんだけどね、デフだけうちありました。うん、あれ待てよと思って、デフにもいろいろ種類があって、もちろんねその車につくつかない適合車種っていうのはあるんですけども、 R180 っていうデフの種類、うん、そういえば、ね、適合するんですよ。おお、 S30 用に取ってあった LSD デフをこの子にちょっと借りてつけてみたらどうか、うん、もちろんね適合してるのでガチンと、バッチリついたんですよ。はい、待てよと思って、これで走ったら逆に楽しいケンメリが完成するんじゃないかという状態が今です。たまたまあったデフがこのケンメリにぴったりあったんだ。ぴったりあった。だからリフトから下ろして、とりあえずね倉庫に移動させるためにデフ装着しましたぐらいのノリではいたんですけども、そもそもこの LSD このケンメリにいいんじゃないかというね説が急浮上してきました。なるほど。ただ中ちゃん、はい、LSD にもメリットデメリットあるわけですよね。はい、メリットで言っちゃえばめちゃめちゃこうスポーティーな直進安定性の強い走りができます。うん、普通コーナリングの時ねこう回るとしたらこっちのタイヤの方がね回転数高くないといけないわけですから、分かる、はい、これ分かりやすく説明しますと、はい、これデフです。はい、でタイヤがついてますね。はい、たまたまうちに説明用の機材がありました。ね、なるほどね。筋トレグッズじゃないかな。でコーナリングするときにですね、うん、こっちに回るときもちろんこっちのタイヤばっかりガーッと回りますよね。はい、この子なんかほぼ回ってないわけですよ。回ってないですね。ぐるーっとこう回るわけですよね。はい、回転差が生じます、はい、左のタイヤと右のタイヤでもう全然違うんですよ回転数が。そうですね。そう、こんな極端なね道路行くことはなかなかないにしろ、緩やかにこうねワインディングロード行ったとしても、うん、明らかにこっちの方が少ない。そうですね。はい、でこの回転差を調節してくれるのがいわゆるデファレンシャルなんですよね。うん、ディファレンスっていう英語がありますよね。はい、いわゆる差動なんです、うん、その差を調整してくれるのがこのデファレンシャル。はい、左のこっちに曲がるからこのタイヤはこのぐらい回転してね、こっちのタイヤはもっと回転してね、その動きをしてくれるのがデフ。うん、でその動きをリミテッド制御しちゃうのが LSD です。なるほど。あえてこの差を少なくすることによって、うん、曲がる時でもしっかりとねここのタイヤも駆動力を与えてくれるんです。ほう、だから普通のデフの場合はギャーッと曲がる時にねどうしてもこう空転しちゃうんですよ。いやそうやってデファレンシャルでしっかりとこう回転数をね配分されてる車はもちろん曲がりやすくて便利ですよね。うん、ただそれこそぬかるみにはまったり水とか氷の上で滑ったりタイヤが空転した時なんかはそっちに駆動力逃げちゃうので直進性が全く得られなくなっちゃう。そうやってなんかスタックしちゃったりね動けなくなったりするので、デフロックって言葉がありますよね。はい、デフロックは片方空転したとしてももう完全に配分同じにしてるから、ボコンと抜け出せるというか直進する力は維持してくれるわけです。うん、ただその分全く同じ回転で行くからもう全然曲がれないですよ。あ、なるほど。本当はこっちばっかグイーンって行ってほしいのにこっちも同じぐらいグイーンって行くから、はい、その場で回りたいのにお前も回転しちゃうと前行っちゃうじゃんっていう感じで、うん、直進安定性強すぎて曲がれない。はい、LSD は
うまいとこついてくれる感じです、うん、デフロックほどバコンと5対5にはならないけどもデファレンシャルほど制御しないというか、まあ、何がいいっていうとコーナリングが早く曲がれる早く曲がれる、うん、曲がりづらいんだけど早く曲がれる、うん、スポーティーな走りになりますで安定すると普通のデフの装着車と比べると地面を捉えやすく常に駆動力を得られるという感じかな、うん、その分前に進もうとする力が強いから曲げづらいんです、うん、曲げづらいんだけど早く曲がれるそんなイメージなので正直街乗りとかに適したデフではないんですゆっくりと大きく曲がりたい時なんかだと LSD でねこの分配を制御されちゃうと逆に曲げづらいのであなんか思ったより曲がんないでまっすぐ行っちゃったななんてことになります逆に峠道とかね曲げつつも曲がりすぎずにスピード落としすぎずに早く曲がりたいって時は LSD なんですだからスポーティーになる、うん、もうざっくり言うとすごくスポーティーになるデフですこれをつけましょうで LSD にも種類があって今ケンメルについてるのは機械式の LSD なんですけど、ええ、機械式の LSD は調整ができるんですよなので LSD の中でも強いて言えばよりスポーティーなセッティングとより街乗りに向いたセッティングってこれできるんですね、はい、LSD の中でもわりかし街乗り用のセッティングにしてあるのでそれで曲がりやすさこの辺検証してみようかなと思いますはい、まあ、ついでにねではデフの説明終わったところで実際乗ってみましょう、はい、これも忖度抜きでねこれは走りづらいなとデメリットの方が目立った場合にはこの動画はお蔵入りになりますなるほどお邪魔しますさあ行きますよいい安定感行っちゃいましょうあ、カンカンしないぞこれいいかもしれないあのコツンコツンが嫌なコツンコツンないかも、うん、あ、ないいいコツンってなんないあ、なんないいい感じかもえ、いいな、全然なんないよで、アクセルのオンオフでも、うんカツンカツンと嫌な音しないっすねそうですねあだいぶいいじゃん変なうなり音もしないっすねそう LSD 特有のねウォーンっていう嫌なうなり音も気にならないっすね、うん、さあ肝心の街乗りでの曲がり方、はい、ここはあえて2速で進入したああ全然大丈夫じゃん大丈夫アクセルオンオフごとのコンコンって嫌な感じがなくなったのがまずそもそもかなりいい、うん、そうですよね前回はもうアクセルオンオフでコン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 って言ってましたもんね、うん、もう動画にもね入り込むぐらいの分かりやすい音でコンコンってなってたけど、うん、おあ今もう何もなかった、うん3速から4速への変速時のショックが全くなくなってたねこれは隣に乗っててもよく感じるんじゃないですかそうですねここからちょっとワインディングですねそうかなりレーシーな道ですからこの辺は、うん、さてワインディングうん直進安定性が強いやっぱり、うん、もっとこっち側に曲がるだろうなという想定よりも、うん、気づいたらまっすぐ行きながらやっぱり曲がってるなっていう感じですねなるほどだから多分普通のデフと今 LSD に変えたやつで、うん、同じ道走ると多分別にレースしてるわけじゃないけど、タイムが変わってくる気がするなるほど、うん、あでも本当ね通常のデフと LSD でこれ比較しても、うん、明らかに違うと感じるほどではない、うん、それぐらい街乗りでも違和感なく乗れますね、うん、やっぱコツンコツンって嫌な感じの音とこの前後へのショックが減ってるのが何より、うん、そして LSD の嫌な音、実際結構嫌な音してたんですよ、はい、ただ機械式デフの調整オイルの調整添加剤なんかで音はもうほぼ気にならなくなりましたねいいですねデフオーバーホールで今ね入院というか外注で見てもらってますけども、うん、意
じゃないこれ。このまま販売する選択肢ありですねっていうぐらい、むしろいい完成度。ああでこうやって、ね、街中で曲がる時も気にならないですね全然。そうですね、うん、聞いた話だとちょっとしたドリフトだったらできるみたいな。うん、まあ、ドリフトする車ではないけどね。いやドリフトする車なのか、だから煙は少ないのか数がどうなんだろうね。しかしまあセッティング一つでこうも変わるかなというぐらい街乗りでも全然聞けますね。うん、乗っていての違和感につながってしまう部分でしたからね。あそこは何としてでも消さないとなという部分ではありましたけども、まさかクラシカ横浜にある在庫の LSD でぴったりハマってくれると。はい、ということで一通り試運転しましたけども、個人的な感想ですよ、これはありです。あり、うん、楽しかった。で変速ショックの嫌な感じ、アクセルオンオフのコツンコツンっていうこの答えの課題だった部分は解消されて、そのまんまちょっとだけスポーティーな楽しさがプラスされましたっていう感じの仕上がりになりました。で要所要所でね LSD らしさがちょっと垣間見える感じ、曲がってる時に自分の気持ちの中ではもうちょっと曲がってるはずなんだけど、気づいたら少し前に進んだところにいた、ちょっと自分から曲げに行ってやったらちょうどいいぐらいの、よりこう操作感が必要とされるような感じには感じましたけども、かっこよくこう言うけど本当に誤差の範囲です。うん、うん、運転素人の私が運転してて楽しんだから、これはね問題ないですよ。ということで新たな選択肢としてね、このケンメルに LSD の装着いかがでしょうかということで皆さんにご覧いただきました。皆さんもこう動画を視聴していただいた上で感じられたこと、率直な意見をコメント欄にいただけるとありがたいので、ぜひよろしくお願いします。ちなみに店長、このままで販売も考えてますか？あ、全然ありだと思います。もう実際乗っていただいて、あ、これは問題ないねと思っていただける内容だと思うので、 LSD も S30Z 用にわざわざ購入した結構いいやつですから、はい、ちょっとでもいいなと思っていただいた方はチャンネル登録をして次回以降の動画もご覧ください。それではまた必ずお会いしましょう。店長と中ちゃんでした。